今日、当選戦を狙った平田智也、インフルエンザで欠場、すごくこの戦いを楽しみにしてたけど、平田さんが今いいんじゃ意味がないんで、平田さんが復帰したら、もう一回やりましょう。ぜひ、よろしくお願いします。 川瀬選手、今日やられて悔しくないわけはないはず。もし悔しかったら、今平田さんがいないけど、平田さんがいないうちにもっと平田さんを超えるよう努力してください。そして俺たち、それはまあ何度でもぶつかってやりますよ。以上です。 今日はやられてしまいましたけど、高橋さん、今度はこのゼロワンの若手とシングル組んでください。何度でもお前たちやります。平田、うるせえんだよ。俺もいいんだよ。
俺とはシンクルやれ、ゼロは行ってやるよ。俺も負けねえから必ずリベンジしてやるよ。ああ、もうめっちゃ悔しいっす。でも平田いない、リブレさんいない、今チャンスなんで、僕這い上がって平田よりリブレさんより上目指してもっと頑張るんで応援お願いします。今日は皆さんご来場ありがとうございました。